428、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、カルトクイズ428の続きからですね。19時57分に王様マリアの携帯を鳴らしたのは、まあ、カナンだよね。カナン。これカナン、カナン編はあったもんね。誰編だこれ。片山か。そろそろ午後12時半。サポートセンターのスタッフの中で K と呼ばれている魔の時間帯だ。呼び出しランプが点滅する。私は思わず息を飲んだ。大きく深呼吸をしてから恐る恐る、受電ボタンを押した。はい、いつもありがとうございます。チュンフードサービスセンターの田辺です。超日本印刷株式会社の片山です。ヒッと声を上げそうになって思わず口を押さえた。当たっちゃった。K こと片山からの電話である。もしもし。はい、いかがなさいましたでしょうか。そちらが販売されているカップラーメン、男のうま塩ど根性なのですが、またそれか。心の中でため息をついた。片山は同じ内容で1年近くデモか、気持ち悪。社名なのってそんなことしてんのか、こいつ。問い合わせ内容も聞き込まれもなかった。お湯を注いで3分で完成しないのはどういうことか。麺が硬くて食べられたもんじゃない。それは大変失礼いたしました。仕方なくマリア通りに答える。詳しい経緯を教えていただけないでしょうか。先週も同じ件で電話したのだが。そうですか、申し訳ありません。できるだけにこやかな声を出す。片山の対応は厄介だ。理路整然として迫ってくるので、あしらい方を間違えると大変なことになる。12時間も淡々とクレームを続けられ、電話を持ったまま意識を失ったスタッフもいる。めっちゃやだな。まあいい。もう一度説明をした方が正確だ。よろしくお願いします。まず蓋を開ける。中の火薬と粉末スープを、スープの封を切り、麺に振りかける。お湯を入れ、蓋をして3分待つ。でも麺が硬い硬い。毎度おなじみのクレーム内容だった。お客様、大変せいですが、3分より早くお食事を始めておりませんか？そんなことはない。きっちり3分、間違いありません。時計を見ながら？ええ、私の体内時計できっちり3分。バカにしてるのか？と言いたい気持ちがぐぐっと湧いた。お客様、体内時計ではなく、お近くの時計で測っていただけますでしょうか？私、仕事以外では体内時計を使用する流儀なんです。そんな流儀知らないって、と言いたい気持ちを懸命にこらえた。それでは、一度で構いませんので、普通の時計で測ってはいただけないでしょうか。私の体内時計は正確です。3分程度で誤差が出るわけない。いいえ、誤差は出ます。出るっつーの。心の中で叫びまくった。3分で美味しく食べられないなら、これは欠陥商品ということになる。できることならば、受話器に頭を突っ込んで、片山から3分、受話器に頭を突っ込んで片山が3分測るところを見てみたい。そして3分以内に食べ始めようものなら、その場に正座させて小一時間説教してやりたい。ムカムカしていると急にひらめいた。それでしたら、お客様の体内時計と私どもの時計で誤差を確認させてもらってもいいでしょうか。我ながらグッドアイデアだった。それで納得してくれるなら私は構わないが。よし。これでギャフンと言わせてやる。ただし誤差がなかったらちゃんと謝罪をしてもらう。なんだかヤブヘビだった気がしてきた。いいままよ。3分を体内時計で誤差なく測れるわけはない。わかりました。では始めさせてもらいますよ。私は机の上にあったストップウォッチを手にした。体内時計診断。当然ですが、ここであなたが体内時計がどれくらい正確なのか測ってみましょう。決定ボタンを押してからきっかり20秒後、20秒経過のメッセージが表示されています。あなたの体で感じた20秒とどれくらい違うでしょうか。マジで？やらされんの？じゃあもうちょっと時計とかも見ずにやるわ。あ、ぴったり、かな？はいって言ったとこかな？はいって言ったとこだったら俺多分遅いわ。20秒経過ですっていう文字が出たとこだったらぴったりだった。どっちだ？わかんねえ。はいだよね、多分ね。文字目立てって何？いかがでしたか？あなたの体内時計は正確でしたか？ストップウォッチを見ながら私は愕然としていた。どうでした？片山が澄ました声で尋ねる。3分ジャストです。1秒の誤差もありません。そんなバカな。あまりの驚きに体が震えた。これで分かっていただけましたか？申し訳ありませんでした。私がかっくりとうなだれると、受話器の向こう側から得意げな含み笑いが聞こえてきた。この商品は欠陥だと上の者に伝えてくれたまえ。その頃、チューンフード商品開発室では極秘プロジェクトが動いていた。
プロジェクト名アンチ系。片山の必要な問い合わせを受け、男の馬塩ど根性の改良版が生まれようとしていた。お湯を入れて2分で固ゆで細麺、3分で普通、4分で柔らかめ太麺とも、待ち時間を変えることで麺の太さと食感を変えられるのだ。これなら 片山を黙らせることができる。商品開発部も得意げな含み笑いを浮かべていた。もっとも男の馬塩ど根性の改良版でも片山はクレームを電話をしてくることになるのだが、その話はまた別の機会に。硬すぎて食べられたもんじゃないってどういうことよ。熾烈な商品開発の裏側、それ社会の常識という皆さん見える情報。でも俺本当にサポートセンターとかそういうところでは働きたくないな。めちゃくちゃストレス溜まりそうだよね。第11問、まだあんの？難問です。難問？大越製薬、暗号解読、採用した解除法、なんだっけ、サイドチャンネルか。これは覚えてた。サイドチャンネル。もっとなんか細かいのが来たらきつかったけど、意外とあれだな。てか何問あるんだ。よし、正解。お、マッキー。マッキーの変か。人生は逃走だった。剣謀術数。派閥工作。社内でのし上がるためなら何でもやった。仲のいい同僚を騙したことや、世話になった上司を売ったこともある。熾烈な競争を勝ち抜いたことで、大越製薬の重役という立場ももぎ取ったのだ。それでも気を抜くことはできない。油断すれば今度は自分が今の座から引きずり下ろされる。だから気の進まない接待にも必ず顔を出すことにしている。マキの常務、今度こそお付き合いいただきますから。絶対に常務が気に入る可愛い子を見つけたんですよ。今日の相手は酒が回ると厄介なやつだった。眉間に深いシワを寄せ、マキの無言で答えた。いやいや、マキさん、そういうのお嫌いなのは正直です。正直ですけど、今回はそういうのじゃないんです。そういうのじゃないとは。どんなに深酒しても、牧野は冷静さを失わない。若い頃は酔ったと見せかけて、酒の席から貴重な情報を持ち帰ったものだ。まあまあ、騙されたと思って言ってみませんか？絶対絶対後悔させませんから。だらしなく目尻を下げた男の顔に、唾を吐きたくなった。しかしこの男の会社が持っている技術には興味がある。そう思うと無限にもできない。そこまで言うなら、ヘイタクシー。牧野の返事を待たずに、男は即座にタクシーを止めた。銀座か六本木に向かうと思いきや、男は、車を郊外に向かって走り出した。ここです、ここ。案内された場所に来て、唖然とした。目の前に汚らしい雑居ビルには何の看板も出ていない。まさか違法な店に連れてこられたのか。牧野は警戒した眼差しを男に向けた。大丈夫ですって。絶対に常務は気に入りますから。男は店のドアを開けた。慎重に店内を覗くなり、牧野は困惑した。これは。内装はよくある洒落た喫茶店なのだが、部屋のあちらこちらにたくさんの猫がいる。うわぁ！なんだここは。猫喫茶にゃんにゃんです。男は得意げに答えた。猫喫茶にゃんにゃん。思わず店名を繰り返してしまった。ね、可愛いでしょ。男は、気色満面になる。おぉ。牧野も思わず、顔がほころびそうになる。いや、いかんいかん。慌ててぐっとこらえた。実は牧野は蝶がつくほどの猫好きだった。お、いいね。しかし、妻が猫アレルギーのため、家で飼うのは諦めていた。あ、でも猫アレルギーの人でも結構猫飼ってるよね。まあ、度合いによるんかもしれんけど。あれ、牧野常務、ダメですか？男は、太った猫の前足を持って、猫招きのポーズをさせている。いや、嫌いじゃない。ポーカーフェイスを崩さずに答えた。それでどうして私が猫好きだと。常務室の写真立てに猫の写真が入っているのを見かけまして。そうか、つまらないものを見られたな。牧野は平静を装いながら、三毛猫の背中を撫でた。ダメですよ、もっと柔らかく撫でてあげないと。それに、顎の下あたりを触ると喜びますよ。それでもなぁ、その子によるからなぁ。てか、そのタイミングによるような猫って。そんなことは100も承知だ。と言いたいのをこらえ、ああ、とぶっきらぼうに答えた。さわ、なでなで、さわ。なでなで。顎の下を撫でてやると、三毛猫は気持ちよさそうに喉を鳴らした。かわいい。かわいすぎる。牧野は床に転げ回りたい心境だった。
失礼いたします。猫たちを踏まないようにしながら若い男の店長が二人に近づいてきた。ご要望のスペシャルコースの準備ができました。ジョブ行きましょう。男は嬉しそうに立ち上がった。スペシャルコースってなんだ。秘密ですよ。汚れるかもしれないのでできるだけ服を脱いできてください。服を脱ぐ？どうして？一体猫たちで何をするつもりなんだ。期待と不安が入り混じる。わけわからないでいると、マキノは狭い個室に通された。中に入ったらそのままリラックスして寝ていてください。そう言うと店長は部屋から出て行った。マキノは男の指示通りブリーフとランニングだけになった。ゴロリと床に横になると、隣室から興奮した声が聞こえてきた。ああ、最高。まさか。猫キスは悪魔に表向きの顔で、裏ではいかがわしい商売をしているのか。だとしたら騙された。早く服を着なければ。お待たせしました。それでは始めます。不意にドアが開いて店長が顔を出した。くすぐったいかもしれませんが、リラックスして、できるだけ動かないでください。店長は抱いていた猫をそっとマキロの腹の上に乗せた。え？もう一匹を胸の上、さらに脇の下、おまけに太ももにも。まさか君これは。はい、猫好きなら誰でも夢見るものです。店長はにっこりと笑った。スペシャルコースの猫布団でございます。気づけばマキロの体には無数の猫たちが埋まっていた。ああ、思わず吐息がこぼれる。マキノは本当の自分を知った。私が望んでいたのは逃走なんかじゃない。もっとふわふわでほんわりして温かいものだったんだ。ここは楽園だ。ここには私が望んだ全てがある。マキノは心の中で何度も叫んだ。猫たちはたまにゴロゴロとマキノの上で姿勢を変える。その度にマキノは小さく喘ぎ声を上げ、深い閲楽に浸った。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん。マキノタク、59歳。大口製薬常務。社内外の敵ではなく、敵だけではなく、時には国をも相手に渡り合ってきた男。趣味は猫布団。羨ましいな。うちの猫乗らないんだよな。ウサギはたまに乗ってくるんだけどね。めっちゃ怖いよね。ウサギいてんだもん、足。すげえ力強いからさ。企業戦士のひとときの休息。残業上等という皆さん。いや、これ。定時退社が大好きです。よろしくお願いします。初めてスズネと会話してドキドキしているタクヤ。スズネ編まで入ってくんのか、これ。返事を保留にしてみましょうって何？ああ、待つパターンのやつか。さて、次のクイズは何だ？お、オールクリア。マジか。そうか、そうか。じゃあ、とりあえず、あれだね。あの辺で出したやつ。てか、222時間とかやってんのか。まあ、たまに放置してる時間とかあるにしてもって感じだな。マリア編の、14時。これか。どこにあるんだろうな。自分で処理しますよって言ったけど、言ったけどっていうか、まあここをもう一回読んでいくか。まあ自分で、てか自分で処理しないとあれだもんね。グッといかないもんね。グッドっていうか、バットに行くもんね。超嬉しそうだもんな、ここな。拾ったもんで、ここか。処分ってな、これどうすりゃいいんって話だよね。出てきた、出てきた。明らかに大沢編のさ、あれの方が長かったよね。自分で処分するとは言ったものの、捨てられる場所がなかなか見つからない。これでもな、気づかんわな。
これこの感じだとあれか、右バツバツバツ右右って感じか。オッケー。ボリボリ誰だっけ。あー、はい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 、あの人か。ボリ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 、福間製図、正道が、段ボールに腰掛けながらせんべいをかじっている。ボリ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 。福間は着ぐるみレンタル会社の配送担当だ。発注された場所に荷物を届ければほとんど何も仕事がなくなってしまう。もんやりと口を動かしながら事務所の大型テレビを見つめる。午後のワイドショーでは伝説のハードロックバンド Z ジャポニカの復活ドームコンサートの話題を取り上げていた。ふわぁ。福間は大きな首を一つした。大して面白いニュースもやっていない。外出のふりをして車用車を出し、青山霊園のそばで昼寝でもしようかと思った。突然入り口のドアが荒々しく開いた。部屋に飛び込んできたのはピンクのウサギだった。え？ああ、うん、着ぐるみってこと？福間は思わず直立不動になった。ウサギを父親かと思ったのである。福間の父親はこのレンタル会社の社長だが、大の着ぐるみ好きは高じて、常にウサギの着ぐるみを着用しているという変わり者だった。おかげで社内の中でも、社長の顔を知る者はほとんどいない。すいません、遅くなりました。ウサギの口あたりから息を切らした女性の声が聞こえた。落ち着いて考えてみると、父親の着ぐるみは茶色がかったのウサギである。ピンクのウサギは会社がレンタル品として保有しているものだ。ヘクマは小さくハンドの息をついた。今返却しますので。ウサギはもぞもぞと頭を取ろうとするが、なかなかうまくいかなくてもがいている。ああ、手伝いますよ。ヘクマはウサギの頭を引っ張った。中から出てきたのはほんのり赤顔をした若い女性だった。髪をアップにまとめてうなじに汗が浮かんでいる。ありがとうございます。助かりました。体だけピンクのウサギの女性は小さく微笑んだ。ストライク。直球ど真ん中。福間は思わずごくりと唾を飲み込んだ。午後5時の返却予定なんですが、まだ大丈夫ですか？壁の時計を確認すると、ちょうど午後5時になろうとしていた、ええ、大丈夫です。ここで脱いでもらえば OK ですから。よかった。ほっとした顔をしたのもつかの間、女性は急に何かに気づいたように気まずそうな声を漏らした。着替える服がないんじゃない？いけない。どうしました？女性は申し訳なさそうに目を伏せた。この着ぐるみ、とても暑いから薄着なんです。薄着。福間の頭の中で妄想が駆け巡った。すいません、どこか個室をお借り願えませんか？いいですけど、貸します。あ、いいですけども。いいですとも、貸します。個室貸します。恥ずかしそうにする女性を応接室に案内した。じゃあ、着替え終わったら教えてください。応接室のドアをそっと閉め、その場を離れようとした時だった。切なそうな吐息が聞こえ、思わず、福間の足が止まった。今事務所にいるのは福間と女性だけだ。ドアの前で耳を澄ませるとファスナーの探る音が聞こえる。腕が、もぞもぞと胴体部分を脱いでいるようだ。着ぐるみは慣れていないと腕の部分ですら脱ぐのが難しい。おそらく女性は全身をくねらせながら奮闘しているのだろう。その様子を想像するだけで福間の鼻息は荒くなった。よいしょっと、うわっ。派手に家具がひっくり返る音がした。大丈夫ですか？慌てて呼びかけると弱々しい返事があった。すいません、転んでしまいまして。怪我は？大丈夫ですが、脱ぎづらいですね、これ。生地が汗で肌にひっついちゃって。汗で肌にひっつく。男の妄想を刺激する一言だ。どういう話なんだよ、これ。それにどうしよう、それにどうしよう。生地が汗で肌にひっついて、それからさらに何がどうなったというのだ。どんだけ気にしてんだ。福間の妄想はさらに加速する。すいません。こんなことは言いづらいのですが、中に入っていただけないでしょうか？出た。中に入っていただけないでしょうか？出た。イエス！イエス！イエス！もちろん中に入らせていただきます。福間はそっとドアを開けた。そこには着ぐるみを半分脱いだ状態の女性が立ちすくんでいた。細い肩をあらわにし、困った顔をしている。華奢な体をしている割に胸の大きさはなかなかのものだ。すいません。背中のファスナーが布地を噛んだようで下がらないんです。そう言って、女性は後ろを向いた。真っ白でつるりとした背中がよく見える。肌で蛍光灯の色が、光がキラキラと反射していた。よければ手伝ってもらってもいいですか？はい。思わず声が上ずった。女性は慌てて振り返った。両手で寄せられた胸の谷間に、目が釘付けになる。ちょっとどこ見てるんですか？あ、いや、見てません。何も見てませんから。わざとらしく、手で目を覆い、見ていないとアピールをする。指の隙間からチラッと覗くと、彼女は真っ赤になって怒っていた。目をつぶってやりますから、見えなくたってどこに何があるかわかりますよ。それじゃあお願いします。彼女はようやく安心したようだ。
窓の方を向いて再び背中を向けた。チャンス。ヒュクマはパッとまぶたを開き、彼女の背中を、目に焼き付けようとした。見てないですよね。ええ、もちろんですよ。目を開けているの、ガラス窓に映ってるんですけど、すいませんでした。今度こそ本当にヒュクマは目を閉じ、手探りでファスナーを探し始める。キャ、どこ触ってんですか？すいません。何せ触って確かめるしか。私、背中が敏感で。男とは悲しい差がである。背中が敏感という言葉だけで、また血圧が一気に上がった。興奮から手元が狂って、着ぐるみの中に腕が入り込んだ。ないだろ。キャ、すいません。汗に濡れた素肌の感触は、すべすべで、きめ細やかだった。ここ数年、福間は恋人のいない生活を続けていた。女性に触れるのは本当に久しぶりのことで、嬉しさと興奮で、頭の中がショートしそうだった。ダメだ。落ち着け。仕事だ。これは仕事なんだ。今度こそ、と福間はもう一度挑戦した。キャー！彼女は腰が抜けたようにしゃがみ込んだ。そして福間から逃れるように後ずさりをする。まずい。今度は本当にまずい。勢いでお尻のラインをなぞってしまった。女性は福間から逃れようと四つん這いで壁際に逃げる。わざとじゃないんです。誤解されまいと必死に弁解する。何度か話を聞いてもらおうと、彼女の前で両手を広げて立ち下がった。最初はあなたのせいで滑って、それで次は真面目にやろうとして、だからファスナーが。その時ドアが開いた。そこに立っていたのはノウサギだった。社長。親父。ウサギの二つの長い耳が、フクマには鬼の角のように見えた。ゆらりとノウサギが事務所に入る。ただの着ぐるみはずなのに、体毛が劇場に駆られて逆らっていたように見えた。言い訳だ。早く言い訳をしなくては。いや違うんだよ。俺はただ彼女を抜かそうと。フクマがそう言った瞬間だった。ノウサギが百獣の王のように拳を振り下ろした。ひどい話だ。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。